シャークはアメリカ海軍の潜水艦、プランジャー級潜水艦の一隻。艦名はサメにちなんで命名された。その名を持つ艦としては三隻目。シャークは1901年1月11日にニュージャージー州エリザベスのクレセント造船所で寄港した。1901年10月19日に命名、浸水し、1903年9月19日に ニューヨーク州ニューサフォークのホーランドトーピードボート社でチャールズ・ピー・ネルソン大員の指揮下収益する。続く3年半にわたってシャークはニューポートの海軍水雷ステーションを拠点として水雷発射試験及び初期の潜水艦戦術開発に参加した。1907年3月に第一、潜水小艦隊に配属されたシャークはメリーランド州アナポリスのアメリカ海軍兵学校に 配属された。シャークは1908年4月にニューヨーク海軍交渉に入居し、同所で4月21日に退役する。シャークは姉妹艦のポーパスとともに旧艦艦シーザーに搭載され、スエズ運河を経由してフィリピンに運搬された。7月にカビテに到着すると間もなく浸水し、1908年8月14日に最終役した。 続く数年間を定期的な維持作業と訓練に追やし、シャークはカビテを拠点として活動した。シャークは1911年11月17日に A-7 と改名された。第一次世界大戦の間、A-7 は姉妹艦と共にカビテを拠点として活動し、マニラ湾の入り口を偵察した。1917年の早春に、 アーノルド・マーカス・タイが艦長として着任する。1917年7月24日、マニラ湾偵察の間エンジンを修理中に帰化した、ガソリンに引火し、爆発を生じた。マーカス・タイと部下は消火活動を行ったが、彼は部下に対して、甲板上から救命ボートへの乗船を命じた。最後の兵が脱出すると、マーカスは近くのモニター、 モナドノックに救援信号を送った。マーカス自身は艦を海岸へ移動させようと試みた。彼は部下のすべてが治療を受けるまで自らの治療を拒絶した。マーカスは火災と爆発による負傷のため翌7月25日に死亡した。海軍は彼の献身的な英雄的行動を称えてクレムソン旧駆逐艦の一隻をマーカスと命名した。 A-7 は1918年4月1日に、カビ手で通常の状態に置かれ、1919 19年12月12日に退役した。1920年7月17日に、船体番号 SS-8 が与えられ、その後第16海軍艦区で売却の広告が出されたが、1921年に標的艦としての使用が認可された。 A-7 は1922年1月16日に除籍された。ありがとうございます。